やっと学校が始まるよ。ずっとお家にいるのって退屈だったね。でも本当に学校に行っていいのかな。コロナになっちゃわないのかな。心配する気持ちはわかりますよ。わ、おじさん誰？おじさんだ。おじさんだ。怪おじさんだ。違う違う、そんなんじゃないよ。怪しくないよ。全然怪しくないよ。新型コロナウイルスのことをお話ししに来ただけだよ。新型コロナ？知ってるよ。テレビでずっと言ってるもん。コロナコロナって。そうだね。この数ヶ月の間ずっとこの話題ばっかりだったもんね。でもみんながまた学校に行けることになった今、もう一度新型コロナウイルスのことをしっかり知ってほしいんだよ。ウイルスを広げないためにね。ふーん。まずウイルスはとってもとっても小さくて目に見えないほどなんだけど、体の中に入るとどんどん増えて人を病気にしてしまうんだ。熱や咳が出たり息が苦しくなったりってね。そしてこの病気は人から人へうつる。例えばくしゃみで吹き飛ばしてしまう鼻水や唾にウイルスが入っていて、それがまた人の体に入って病気にしちゃうって具合にね。そしてもう一つ、ウイルスのついたものを触ると手にウイルスがついて、その手で口や鼻、目を触ってしまうとウイルスが体に入ってしまうことが分かっているんだ。目、鼻、口。目、鼻、口。だからできるだけ顔を触らないようにしないとね。薬はないの？今までになかった新しいウイルスだから薬はまだないんだ。でも世界中のお医者さんがこのウイルスのことを調べて薬を作っている最中なんだ。だからしばらくしたらできるよ。それまではうつらないようにしよっと。そう、それが一番大事なことなんだ。みんな聞いたことがあると思うけど、3つの密、3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 密。あ、そう、密閉、密集、密接のことなんだけど、密閉はドアや窓が開いていない閉じられた場所のこと、密集はたくさんの人が集まっていること、密接は人と人が近い距離にいること。この3つが揃うところで新型コロナがうつってしまうことが分かっているから、そうならないようにしないといけないんだ。じゃあ学校は3密じゃね。3密、3密、3密。そう、だからこれからしばらくは学校での生活も今までとは少し違うやり方にするんだ。例えばマスクをして学校に行く、それに机と机を離したり、教室の窓を開けて授業をしたり、授業の順番を入れ替えたりして3密を作らないように工夫するんだよ。休み時間はどうするの？友達と遊べないの？うん、もちろん遊べるよ。ただし近づきすぎないように気をつけてほしいんだ。近づくってどれくらい？だいたい2メートルくらい離れるようにしよう。ちょうどパンダ1頭分。友達との間にパンダがいると思って遊ぼう。パンダ？パンダ？なんでパンダ？パンダ、かわいい。あとは手洗い。さっきも言った通り、ウイルスがついたものに触ってその手で顔を触るとウイルスが体に入ってしまう。そうならないようにできるだけ手洗いをするよう頑張ってほしいんだ。洗い方はいろんな人たちが動画を作っているから、お家の人に行って見せてもらうといいよ。でも僕いっぱい手を洗っていたら痛くなっちゃったよ。そうだよね。テレビを見てもそうだし、周りの大人もみんな手を洗いなさいって言うもんね。お姉さんだ、お姉さんだ、お姉さんだ、お姉さんだ。手が痛くなっちゃうのは真面目に手洗いをしている証拠だよ。偉いね。でももしかしたら手についた石鹸が残ったままなのかもしれないね。
手首や指の間もしっかり水で流すように気をつけてみるといいかもしれないよ。あとは手を洗った後にハンドクリームを塗るのも手を守るのにいい方法だよ。これいつまで続くんだろう。なんだかモヤモヤするな。みんなが新型コロナの話ばかりをしているもんね。怖くて不安になる気持ちはすごくわかるし、当たり前のこと。その気持ちをお家の人にも話してみるといいかも。新型コロナは大人も初めて体験することだから、どうしたらいいのか一生懸命考えているところなの。だからみんなもお家の人と一緒にどうしたらいいかを話し合ってみるといいかもしれないよ。新型コロナのことやそうでないことでも不安に感じていることや聞いてほしいことがあれば、お家の人、友達、学校の先生に話してみるといいよ。その他にも相談できるところはたくさんあるから、いつでも電話をかけてみるといいよ。今はみんなで協力して新型コロナウイルスと戦う時なんだ。よく寝て、よく食べて、しっかり運動をして体力をつける。そして手洗いや3密を作らないよう頑張れば、ウイルスが広がるのを抑えることができる。そしたらいつもの暮らしに戻る日が近いよ。